レック法人税法ここで差をつけろっていう形の講義なんですけど、今回この催し5回シリーズで直前期にぜひ聞いていただきたいっていうものを集めてあります。で、差をつけろっていう形のものなんで、でどうやったら差をつくのかなっていう形なんですけれども、今まで皆さんが例えば常識的にこうやってきたものにっていうもの、あと本当に今国税庁が実務をやっていく上で問題の中に組み込んでいくもの、組み込んでいるものですね。で、それをご紹介します。で、極端にやっぱ差があるところをご紹介させていただいて、で皆さんにこう刺激を与えて、でそれを元に皆さんのこの感性っていうものに何らかの刺激を与えられて、本試験にぜひ有利に進んでいただきたいし、感性も絶対高められるし、もしこの論点が出たらもう当然重要論点であるし、考え方としてすごい大切な論点なんで、をスタッフ一同作っていったものなんで、もし合致して良い効果がですね試験できていただきたいという意図で作ったものです。で、まず1個目でグルーピングという論点の方からちょっと見ていきたいと思いますね。で、前回の本試験の細かいところはちょっとすいません割愛させていただきたいんですけれども、機械装置G と機械装置 H っていうものがあったんですね。で、もう国税庁も分かってるんでしょうね。専門学校がただもう闇雲に例えばグルーピングをする条件って言った時に、設備種類材木その辺が同一であると言ったら、例えば条件反射的にグルーピングするっていう形が分かってる。で、ある意味片や焼却超過、片や焼却不足があったらグルーピングするんだっていう、まずこの私たちの持ってた習慣、これについてやっぱアンチテーゼという形のものをやっぱ問題の中に組み込まれたものが一つあるんですけれども、グルーピングってそもそも何なのかと、別表まず 16-2 を見ていただきたいんですけれども、 16-2 ってこう見て分かる通り5個しか1枚につけないんですよ。で、会社によっては固定資産1000個ありますよ。会社だっていくらもあると思う、いくつでもあると思うんですよ。もう大手だったら本当にいくつあるかっていう形の中で、もし端的に1000個固定資産があったら、この明細を、まあ、5個しか書けないんで、1000個資産があったら200枚、200枚って結果の枚数になりますよね。それをやっぱ書いていくっていうことはしなくていいよ。これが今の時代のやっぱグルーピングっていうもので、当然まとめて書いていいよと。で、実際は今ソフトウェア、減価償却の管理ソフト等でやっぱ実務は作っていくという形になってきた時に、一つずつ出力しますか、まとめて出力しますかっていう形の論点で、でソフトを作ってる会社は当然実務にすごく乗っ取って作っていく形になるんで、指示が出るんですね。どういう指示が出るかというと、指示が出せるかというと、期中取得したものは別業にしますか、特別償却を適用したものは別業にしますかっていう形のものがこう出ていくんですけれども、まずこんな場合グルーピングでもってとこですね、見てほしいんですけれども、この表には再熱種類等の同じ減価償却資産をまとめて合計額を記載できます。要はグルーピングしていいも構わないんだよ。だけど19年4月1日以後取得の定率法の資産、これについてグルーピングしちゃダメだって言ってるんですよ。新定率を適用した資産っていうものは、例えば資本的支出をその後した場合にまとめてるっていう合算チャンスですね、まとめる合算は期首に合算する、それをもししなければ合算することができないっていう形のものになってるんですね。ってことはもう定率法の、適用を受けてるものっていうものを安易にグルーピングするって問題自体が、もはや19年4月1日以後の取得のもんだったら時代的にはもう合ってないのかもしれない。あと次ですね、期中共有資産や資本的支出グルーピングしちゃいけない、これは理由が実はあって、別表16の明細をよく見ると何月取得っていうのは当然上で分かるんですけど、12分のいくつっていうところを明記できる場所がないんですね。なので期中取得のものはちゃんと分かるように
してねっていう一つの表れなんです。で、今回の論点なんですけど、租税特別措置法の特別償却の規定の適用を受ける資産については他の資産と区分して別業にして記載してくださいっていうことが書かれてるわけですよ。で、この赤い部分にですね、そのことが書かれてるんですけど、実際、まあ今見えない部分なんですけど、あともう一つカリキュラム的には特別償却だったらグルーピング例えばするしない、もしくは特別償却準備金だったら減価償却とは別個の制度だからしていいと、まあいう形で特別償却準備金の場合についてもちょっと別表の明細の方で言及ちょっとしていきたいんですけど、小さいですよ。見てほしいのが35欄36欄って読めますかね。35欄36欄っていうのは特別償却の規定の適用を受けたなら条文番号をここに書かなきゃいけないんですよ。だから別業にしてなんですよ。で、特別償却の規定の適用を受けたならば36欄に特別償却限度額を書かなきゃいけないんですよ。じゃあ準備金でやったら特別償却限度額いらないんじゃないの？だって準備金でやったら別に減価償却っていう仕分けを切ってるわけではないですからね。なので書く必要ないんじゃないのっても実は違うんですね。36欄よく見ていただくと外書きが書いてあるんです、ね、外書きに準備金の場合はここに記載するようにという形で、書かれているということを、ぜひ知っていただきたいんですね。特別償却の規定を受けたら別表16に関してちゃんと条文番号書くよ、あと特別償却の適用額を書くんだよと、あと特別償却ってやっぱり特別償却をやるのか準備金をやるのかっていう形にもなるんですけど、やっぱ特別償却をやるなら不評を作らないといけない、で準備金をやるなら準備金の明細を作らないといけない、でこれをやらなかったら特別償却の適用はできないんだよと。租税特別措置法の優遇規定っていうのは安易には使ってはいけないんだよ。ちゃんと適用要件を守ってやっていくよと。だから税制上の優遇規定を使えるということはそれだけやっぱり使う側が神経を使わなきゃいけないんだよ。それがやはり分かってほしいという形のもので出題された部分ではあると思うんですね。で、国税庁の方も言ってるんですけど、出題のポイント、減価償却資産の特別償却にかかる計算処理および別表への正確な記載っていうことを今回、国税庁の出題のポイントで言ってくれたとなった時に、租税特別措置法の特別償却準備金を使うならグルーピングっていう概念は、例えば本当にグルーピングしてほしいって形で問題の方は設問作っては引っかかるように表現作ってあるんですね。だけど正確な別表への記載、これをやるならば、例えばこの問題の準備金の別表16の9ですかね、これを作って、で別表16の2をこう作っていく上で、でそこにちゃんと条文番号を書いて、で金額を書いて特別償却の適用を受けるんだと。でこれをもし付け忘れてしまったら租税特別措置法の優遇規定は使えないですからね。だからやっぱり忘れてほしくないっていう位置づけの中での実務上の重みもあったと思います。ここで、差をつけろという形で、こんな場合はグルーピングしないと、でちゃんと理由も説明できるようになってほしい、要は特別償却の適用を受けてるならちゃんと別表の16、減価償却の明細に条文番号と金額を書かなきゃいけないんだよと。で、租税特殊の特別償却の規定を適用を受ける場合は、これは特別償却の方法であろうが準備金であろうが、記載しなきゃいけないんだよという形になってますね。で、今回の問題、本試験を解体したものがレックのホームページに載せてあります。ぜひ、レック税理士という形で検索して、今回の、問題というとに照らし合わせていただいて、皆さんの感性を一段ぜひ高めていただいて、本試験を有利に進めていく感性をですね、ぜひ作っていただきたい
それを一度スタッフに込めて、作ったものなんで、あと4つのシリーズあるんで、ぜひ見ていただければと思います。